はい、それでは表題の論文について自然言語処理研究室の勝田が紹介します。はい、まずこのスプリット&リフレーズというのが、その前にも論文で挙げたという思うんですけど、その新しく問題と提起としてデータセットを作ったというような内容なんですけど、今回はそれに対してまた新たにデータセットを作ってさらにモデルの提案もしたというような内容です。で、前にこの人たちが2017年で新しくスプリット&リフレーズという名前で、なんかタスクとして問題提起したんですけど、今回の内容ではそれのテキスト2テキストのモデルに注目して新たにこう研究調査をしたというようなことをして行っています。で、内容としてはより困難なデータセットを作って、でさらに既存のデータセットには問題があるというようなことで、新たに作り直したりしています。で、作ったものは GitHub で公開しています。あとは作れたモデルとして、内容としてはコピーメカニズムをつけてさらに精度を上げたというようなものです。で、最初に実験として、まずタスクの定義なんですけど、このスプリット&リフレーズは、複雑なセンテンスに対してその情報を全て含んだ状態で、平易な文に複数の文を生成するというような、分割や書き換えを行うようなタスクですね。で、今回、全ての情報ということで、削除は行わないというようなタスクで、さらに今回その内容では RDF タイプスというようなものを関連付けて、その情報のなんか情報みたいなのを関連付けてるデータセットになります。で、さらに今回はそれに対してテキスト2テキストのモデルとして、実験で SEC2SEC のそのアテンションをつけたモデルというのを今回実験のモデルとして使って、ハイパーパラメータとしては LSTM のセルのサイズを、128、256、512というふうに書いて、実験を行っています。で、結果なんですけど、その前の著者らが開けたブルーに対して、今回この人たちが行ったセック2セックのモデルではかなり高い、ブルーの値が出たということで、なかなかセック2セックのモデルだけで かなり高いブルーが出たというので、今回なんかそこの原因についてちょっと調査したりをしています。でこっちの方のブルーでは、RDF というような情報を付与してこの値になっているのに対して、今回はただのテキストを入れただけでこのモデルになっていて、でこことそのここでの違いというのが、ほぼハイパーパラメータでなんかドロップアウトをなくしたらかなり精度が高くなったみたいな感じのことを述べていて、ちょっとここからちょっとデータセット のなんか悪い部分みたいなことを話していきます。で、その時に、ブルーの値が高くなった時何を見ているかっていうので、ちょっと人手でその人たちが、いくつか見ていくんですけど、手動で見た時の 分析のあれとして、まず入力側にないものを、なんか生成してしまっている場合や、出力側で同じ情報を複数出力している場合、または入力にある情報をもうそもそも出力側で削除してしまって、欠落している場合っていうのが、あるんですけど、それが何で起こるかっていうのを見たときに、ほとんどの出力結果が訓練セットの中にあるテキストをそのまま出力しているようなことで、なんかそれらの結果が起きていて、さらにアテンションの中を見るとほぼもうその名詞ら辺に対して注目して、そこからも生成すればなんかブルーがすごい高くなるみたいな、そういうデータセットになっているみたいというようなことを述べています。で、これがその出力例なんですけど、青いやつがその入力にあるのに出力があれば消えている。で、赤はその入力にない情報を生成していて、緑がその重複しているっていうようなもので、上の方はその普通に入力文を入れているんですけど、ちょっと下の方で試しにじゃあ名詞だけをなんか連続で入れたらどうなるんだみたいなことをすると、それでも なぜかこう綺麗な文章が出てきて、今回のこのデータセットではもうほとんど名詞に対しての関連性をただペアとして学習し
いるだけになってしまうというような、なんかまあ可能性が心配されるみたいなことを述べています。で、まあ、今回この人たちはならばでもっと一般化に適したデータセットを作ろうということで、まあ、新たにデータセットを作るっていうようなことを行って、全てのその RDF、 前の人たちが作った RDF の情報は保持しつつ、ちゃんと学習データとその訓練データで、まあ、なんですかね、トレインとテストで、まあ、テキストが重複しないようなこうデータセットを作るというようなことを行っています。で、まあ、実際にその統計とかを取っていくんですけど、前のデータセットの方ではかなりトレインと、まあ、バリデーションやテストでの重複する部分っていうのは多くて、まあ、それを今回はそのかなり重複が起こらないようなデータセットとして作り直して、まあ、新たに実験をするというようなことを行います。で、まあ、新しいデータセットで評価するんですけど、それと、まあ、その前の著者の人もなんか 新たになんかデータセットを更新してて、まあ、バージョン 1.0 みたいなものを出しているので、それもついでに評価して、まあ、あと、まあ、モデルも、基本的にはコピーすることが多いということで、まあ、コピーメカニズムを導入した方が精度は高くなるんじゃないかということで、まあ、モデルの方も拡張して実験しています。で、まあ、これがその結果なんですけど、まあ、オリジナルに対して新しいデータっていうのは基本的にはセック2セックだけでは、まあ、かなり精度は落ちてしまうっていうようなことが分かります。で、まあ、コピーメカニズムを入れると、まあ、前のデータセットでも今回のデータセットでもかなりパフォーマンスを上げるというようなことは分かって、さらで、そうですね、コピーメカニズムにとかセック2セックでは基本的にはそのセルのサイズっていうのが、まあ、大きくしていくと、まあ、その分精度は上がるっていうようなことを、まあ、言っています。で、まあ、今回そのさらにそこから、先ほど の入力に対して情報がなかったり、まあ、繰り返したり削除してしまったりみたいなのを人手で20分ずつ人手でカウントして、まあ、処理を見ていったり、まあ、新しいデータセットではアノテーションがまあちゃんとばらけて学習するというようなことをまあ確認したりしています。で、まあ、カウントの方ではその、まあさっきのブルーの値では、まあ、セルが大きいほど精度は上がるみたいな感じだったんですけど、まあ、上がるとほどこのアンサポートっていうのがその入力にないものを出力するみたいな話なんですけど、まあ、結局はその何かしらその名詞に対してなんかまあ情報を保持しつつ、結局はその名詞に対してまあ強何かしら生成しているのが強く来てしまってるんじゃないかみたいなことも言っていました。で、まあ、このニューと新たにその前の人たちが新たに更新した値っていうのは結構こう似た性質を持っていて、まあ、著者的にはまあ新しいニュースプリットとこのバージョン 1.0 をまあ今後のモデルデータセットとして評価に使う方がいいだろうというような感じのことを述べています。で、まあ、今回、まあ、最後、まあ、これも一応その一番良かったモデルというかの精度なんですけど、出力例というかまあ失敗例ですね。まあ、今回のコピーメカニズムを用いても、まあ、こんな感じになんか全く違うような出力をしてしまうような場合はあったりしているらしいです。で、今回の、まあ、まとめなんですけど、セック2セックで学習して高いスコアが、その別に分割とかを学習しているわけではなくても高いスコアを得ていたということで、まあ、新たにデータセットを作って、まあ、そういう不当に高くなるような問題っていうのをなくすっていうことを行っています。で、あとは、まあ、コピーメカニズムが、まあ、このタスクでは、まあ、全体的にパフォーマンス向上させるだろうということで、まあ、ベースラインを更新したということで、まあ、この論文の内容となっていました。以上で発表を終わります。